グレゴリウス12世は、教会大分裂の時期に選出されたローマ教皇で、ある。ベネツィア出身で、本名は、アンジェロコレル。1380年に、カステロ司教。1390年に、名目上のコンスタンティノープル大司教を務め、インノケンティウス7世の秘書も任され、1405年に、数奇教となる。 翌1406年のインノケンティウス7世休止後のコンクラーベでローマ教皇に選出される。アビニョンに対立教皇ベネディクトゥス13世がいたため、コンクラーベでは出席した数奇教全員で分裂集結のため、ベネディクトゥス13世との交渉及び両教皇の対位を目指すことを誓っていたが、グレゴリウス12世も、 ベネディクトゥス13世も退位する気がなかった上、相互不信で交渉は決裂しみを結ばなかった。しかも、1408年に、グレゴリウス12世は、老いのガブリエッロ・コンドゥルマーロを含め新たに4人数気教を、任命、アビニョン数気教会と、同数維持するという誓いを破ったため人望を、失った。1409年、グレゴリウス12世及び、 ベネディクトゥス13世の両教皇を見限った、ローマ・フランス双方の数奇教が集まり、教会大分裂を収束すべく、ピサ教会会議を開催する。当時は、公会議主義の主張が高まっていた時期である。両教皇は、会議に出席しなかったが、公会議は二人を敗位とし、ミラノ大司教、ピエトロ・フィラルゴを新たに教皇に選出した。 しかし、両教皇はどちらも同意しなかったため、三人の教皇が定立する状態になった。アレクサンデル五世は、翌1410年に休止し、ヨハネス23世がその後を継ぐ。グレゴリウス12世には、ボヘミアのプラハ大司教、ズビニエク在ツが支持していたが、国王バーツラフ4世は中立を主張するヤンフスなど、 プラハ大学教授たちの指示を当てにして、両教皇に対して、中立という形で、ピサ教会会議を指示した。一方、ローマ王、ループレヒト、ナポリオー・ラディズラーオは、グレゴリウス12世を指示していたが、1410年のループレヒトの死で、ローマ王に選出されたジギスムントは、ヨハネス23世を指示、ラディズラーオも、ヨハネス十三世支持に変わったため、 グレゴリウス12世は1412年にリミニへ逃亡した。1414 14年から開催されたコンスタンツ公会議でグレゴリウス12世は欠席したが代理人を派遣会議でグレゴリウス12世を含む3人の教皇が敗を宣言される。グレゴリウス12世は退位に同意し1415年7月4日に正式に退位。 1417年にマルティヌス5世が選出されると、ようやく教会大分裂が解消された。グレゴリウス12世は、教皇退位後は、ポルトの司教・を数奇教として、晩年をアンコーナで過ごし、レカナーティで死去。ABCDE シンカトリック大辞典、編纂委員会、P640。AB バンソン、P131。AB スチュアート、 P184。セバラ、P227。ABC バンソン、P132。二、鈴本 P P138、P139。セハラ、P227、P228、p 二百四十八、鈴本 p 百六十、p 六十一、スチュワート、p 八十四、p 八十五、セハラ、P248。 P259、鈴本、P143、P146、スチュワート、P185、セハラ、P249、P252、P269。ありがとうございます。